今から60年前、各国の放射性廃棄物の無秩序な海洋投棄の資料ですが、まさか食べた。一刻も早く国民を安心させるために緊急の記者会見を開くべきかと。繰り返します。巨大不明生物の上陸はありえませんので、都民国民の皆様、どうかご安心ください。総理、会見中に失礼します。え、蒲田に。すごい、まるで進化だ。ここに上陸した生物の存在を数年前から予言していた人物、五郎真希、日本人。彼は放射性物質を憎んでいた。そしてそれを生み続けた人間そのものも憎んでいた。妻を見殺しにした日本という国も。私は好きにした。君らも好きにしろ。彼は荒ぶる神の力を解放させて、あのゴジラが最後の一匹だとは思えない。もし水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの盗塁がまた世界のどこかへ現れてくるかもしれない。This planet doesn't belong to us. Don't you see that? And it is going to send us back to the Stone Age. You have no idea what's coming. Ancient species owned this earth long before mankind, and if we keep our heads buried in the sand, they will take it.